やじゃない足りないよ。はい、伊沢です。君ここ結んでたっけ。あ、ごめん、志村けんです。志村けんスタイル足りないよ、もうトレンディエンジェル、いた今日ずっといたの。今日いましたよ、ずっと。面白いね。いや、ほんとお風呂でちょっと来ました。ほんと、はい、トレンディエンジェルね、ファンデなし。あら、ほんとですか。うん、ラジオやりますね。本当ですか。うん、あ、でも人生にハンデはちょっと出しちゃった。いや、お前はでもそれ以外の能力はやっぱ優れてる。いや、見抜いてるな、ポンポンポン。見てますよ。見てますね。同級生だったら絶対面白いね。絶対俺友達になってる。面白いもん。面白い。ああ、ノリもいいし、しっかりできそうだし。楽しそう、一緒に。いろんなこと教えてくれそう。楽しいです。教えます、教えます。いいかもしれない、ナンバーワンの。え、車？あの、バイク。車？まあ、車です。はい、あの、インドにまだ誰も行ってなかった頃に、まあ、鈴木がしたんです。それで、あの、まあ、今勝ち組になってます。もういきなりなんかプレゼン始まっちゃった。もう会社の乗り出してくるから、こいつ。なるほど。いや、こういうね、いろいろ教えてもらいますね。君は、どうなの。君は、いやー、志村元気行ってんの最近、マイドルの追っかけ。あ、行ってます。あの、明日あるんです。え、明日 AKB の握手会あるんで。いいよ、でも気持ち悪いんでしょ、先週も行ってきたんですよ。ちょっと一回、皆さん見てもらっていいですか。こいつが、なんか AKB のミャオ、ミャオってやつのファンらしいんですけど、ミャオってやつミャオってやつ、ミャオミャオちゃんっていう子のファンらしくて、そのミャオちゃんにすごい気持ち悪がられてると。なんでか、なんでか俺も分かる。そんなことないって。ミャオちゃんそんな、お前のことなんか気にしてない、見てないよ。そう、見えてないよ。こいつの応援の仕方が本当に気持ち悪いってジェントルに言われて、うん、見たらもう納得。その応援、じゃあミャオちゃんがいると思って応援して。ミャオミャオ。そんだけテンション上がんの。まあ、そうっすね。え、誰でもいい。伊藤のファンだと思って、ちょっと。伊藤伊藤だって、応援、その後の笑いが気持ち悪い。なんかね、会長会長みたいに、ね、会長な。気持ち、こっち悪いよ、あの。気持ち悪い。こいつマジ本当尊敬する人が秋元康って意味わかんない。AKB のね。そうなんすよ。だからお前マジお前ついてこないと俺振り落とすよ、お前。かっこいい。かっこいい。かっこいいよ。先行っちゃうからね。面白いね。先行っちゃうもん。俺振り落とさ。俺同級生もね、言ったらね。年。え、年一緒？僕らと。僕らでも30歳なんで。あ、1個上だ。1個上です。いや、でも、はい、なんか、まあ、先輩で言ってもよさそうだな。そうですね、はい、僕だからほとんどの先輩で さん付けで呼ばれてます。さん、こいつ、はい、頼むよ、頑張りましょう。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。